乱入してくださいね。面白いコメントは番組中にもご紹介。天気情報、天候は曇り、気温はおそらく21、2度かな、風はややありますね。ぜひこのメッセージにふさわしいプレーを今日は両チーム、そして両サポーターに。さあキックオフです。前半の45分が始まりました。 FC コリアボールで始まった。さあ、ミランさあコリアだ。最初に行くのは小山優斗が行った。アリクロスです。おーおー、アリクロスにファーで合わされましたね。ヘディング先制点は FC コリア。前半31分。さあバランスを立て直しましょう。胸を張って白赤の勇者を突き刺すべ。さあ後半の45分間スタートいたしました。伊藤隆二、後半は23ゴールでスタートしています。まさきコーナーキック、ニア、小山優斗、藤田、小林さん、恭平、折り返した、同点だ。23追いつきました。3点目だ、誰が得点したんだ。誰？飯島？秀？さあ追いついも後で披露してくださるんじゃないですかね。アントラーズのね、あの太鼓ね。まあどんなサポーターさんでもサッカー楽しめる方が来てくれる。フリーだー！ 23！ 中井ちゃんシュート！もう一回！斉藤翔太！飯島！どうだか！シュートが面白いパスでしたね。藤田、山本恭平、体をうまく当てた。ああいうとこ恭平うまい。恭平縦入れてきた。おー、ミラー、ミラーシュート、ぶち込め、やったー、やったました。もっとできる、もっとできる壁ミランって感じですね。さあ遺跡への縦パスを FC コリアが掴んだ。伊藤隆二がいいプレーだ。おー素晴らしい。隆二神経を使って、守備でしょう。コーナーキック、フリーキック23。おー、あとこういうことがあるんですよ。川内優太、いい体の寝方。渡辺隆人、川内優太が今送らせた。そして岡間浅道、経験の19分30秒蹴って終わりじゃないか。 FC コリアしっかりやろう、最後までやりきろう。小山優斗、伊藤隆二、クリア、よし、いったFC コリアの監督が八浦監督のところに行って、握手をして深く挨拶をしていましたね。今日は遺跡ですね。戦った後にこうやってサポーターの前で踊りをダンスを披露するっていうのは大変なことだと思うんですけれども、ビデオカメラとユーストリームのオペレート、そしてダイジェストの動画編集はパラウェルさん、 MC とツイキャスのオペレートはブラジルエッジ36がお送りしました。長らくのご視聴ありがとうございました。